がっつりしたご飯を持ち合わせてなくて、そう、まあ、自分の責任みたいなところもあるけど、ちょっとね、そう、マクドナルドは神様です。今日はフィレオフィッシュバーガーのあのフィッシュが2倍になるやつ頼んだ。ドパッツも食べためっちゃ頼んじゃった。ナゲットも食べた、いっぱい食べた。っていうのも今日は結構自分の中では初めてやるものがあって、初めて挑戦することみたいなのを今日やったんだけど、いやできんのかなあれって感じ。でもすごい楽しい。だから毎日自分いろんなやつを経験してきたけど、自分が今持っているできるスキルを全発散しても、全部こう全力で挑んでも合格ラインに全然届かないっていうか、そう、その今本当に今自分ができることみたいのを全部出し切って全部やってるけど、なんかまだいったなみたいなから楽しい。だから毎日すごい自分のなんか壁を越えようとしてる毎日がすごいとても充実しててめっちゃ楽しい。そうそうそう、めっちゃやりがいがある。いや今日とかめっちゃ本気出した。私ほんと自分でもめっちゃ頑張ったな、全部今まで培ってきたもの全部出したなと思ったけど、でもまだ全然、まあその一人でやるものじゃないから、こう何かやる相手がいたとして、その人とちゃんと息を合わせてお互いが全部それを体に落とし込んでとかじゃないとできないものだから、でもなんかそれがすごいね毎日楽しいですね。うん、初めてやってると思う。初めてやるものに挑戦してる今。だからすごい体力的にはうん、そんなあの別にあの普段からねなんか鍛えられてるからもうぎっそりって感じないけど、でも新しく覚えることがあったからあの頭使ったなって感じ。楽しいや。え、めっちゃ寝てる。それはめっちゃ寝てる。歌も毎日めちゃめちゃやってるよ。なんなら帰ってきてからもお風呂場とかでめっちゃ熱唱してる。でもそれはやっても全然足りないですだからさ、この舞台じゃない何か AKB でまたみんなで何かやりますよとかそういうレッスンの時もそういうところで足りないなって、もっと普段からもっともっと訓練を自分に負荷をかける作業をしないとこれ本当にダメだなと思って、本当ここ半年ぐらいで自分の意識をすごい変えて、本当音外れてもいいからもうドデカボイスでとりあえず耐えうるこういうものを作らなきゃと思ってめっちゃ頑張ってるんだけど、それでもねやっぱり自分がこう出したいと思ってるところと動きがリンクしてないと全然みたいな、なんかそういう、もうそれもなんか自分のできないところのなんか壁があって、あまだまだだなと思うけど、でもすごい楽しい。え、ほんとドデカボイス頑張ってるの今私の声質的にほんとみんなと歌っちゃうと
聞こえにくくなったりとか、音がブレたりずれたりするとすぐに分かっちゃう歌声質だから、本当に人に3倍そういう力をつけないとダメだなって思ってたりするんだよね。でもそれをやった甲斐もあって、すごく稽古期間中とか、あ、なんかほんとチリツモだったけど、ああいう風にやってわかるなみたいな、いけるようになったなみたいなのもあるから、挫折はしてない全然。ね、私の声だからね。あ、ボリリンくまちゃんありがとう、見つけたよ今、ありがとう。チリツモ、いや、チリツモ笑、いや、チリツモ、本当にチリツモだと思ってるの。そういう普段からこう何か練習できる機会とか場があれば、ちょっとしたレッスンとかでもこう、いつも今までやってきたレッスンのじゃ足りないなみたいな、もちろんみんなそうやってるんだけど、それよりももっと自分に負担がかかるようにやんないとダメなんだなって思った。だから毎日毎日なんかちゃんと目標立ててさ、やんないとさ、はって追いつけないよなって。やっぱり板にポニーということこのポニーが板についてきたということですか。いやもう何よりね、最近のこの辺のコンディションがとてもいいんですよ。この前髪のこの、やっぱウルフにしてからこの辺も短く切ったから、こういい具合に調整しやすいっていうか、めっちゃいいよね、いいと思ってるの今。長さとかも絶妙にね。だから明日ちょっとメイクさんに会えるので、ほんとにちょっと切ってもらおうと思ってる。でしょでしょでしょこう見えても結構メイクしてってマスクして、それでアンラアンラやってきてるのでアンギャーってギャーってやってきてるので、めっちゃボロボロなんだけどこの照明があるからすごいね、表面そんな問題なく見えるけど、めちゃめちゃボロボロなの今。造形がこの前髪の造形がいいっていう話で、全然こっちは全然あれなんですけど、女優ライター持ってません女優ライターないです。何時かな、あと4分で終わっちゃうんだね。あれ、え、トータルで焼き、あ、そう、いやだからさ、夜送ろうとメール送ろうと思ったらすごい稽古が長引いてしまって、そう打ち込んでました。とてもいや、もしかしたらみんながさね、見てみたらあーわーってなるのかもしれないけど、やっぱさ作り手のこういろんな本当すごい方たちだから、あのダンスの辻元さんとか、ね、曲もさこうやってなんかそのいろんな
多ジャンルのこのプロフェッショナルな方たちが今回ついてくれてて、その人たちがこれを目指したいって言ってて、やっぱそのライン持ってって、だからもしかしたら今でもみんなには見せられるラインなのかもしれないけど、いやダメですね、見せられませんでそれは大事だけど、やっぱりね、その人たちが届けたいと思って、その人たちの頭の中にさ、ね、あるものをやっぱり届けたいっていうかさ、そこに到達したいので、そう今ね頑張ってんの毎日頑張ってんだ。私きっともしかしたらできるっていう希望も私にさ、こうなんか持ってくれてるっていうのかもしれないしさ、ね、私これからももっと違うこともできるっていう可能性もね見せないといけないから、いろいろ大変だな、すごいいろいろ語っちゃった、大変でも楽しいから OK ですいや1時間後には寝たいね、でも食べちゃったからもう1時間、これどうなんだろうね、消化するまで2時間待った方がいいか、いやいややっぱり睡眠の方が大事だよ、で1時間後に寝るか、いや早寝ろだよね、はい、ちょっと今いろいろ大変、他にもいろいろあって、分かった、すぐ寝る、マックがこの中にいようとも私は寝るバイバイっていう今日の稽古日誌でございました。おやすみなさい。